時計が狂ってたなんて。急がなきゃレッスンに遅刻しちゃう。あいつは確か桑山だったか。亮太がファンとかいうなんとかっていうアイドルグループの。こいつはたくめんどくせえな。おーい、これ落としたぞ。事務所のカード。嘘、いつの間に。ついさっきな。やっぱ大事なもんだったか。うん、赤坂にある事務所の ID カードなんだ。はあ、危うくマネに小言言われるとこだったよ。ありがとね、おかげで助かっちゃった。名前なんだっけ。お礼にサインしてあげるわ。なんならキスマークもつけてあげよっか。いや別にいい。じゃあな、もう落とすなよ。え、ちょっと待って、別にいいって何よ。人気急上昇中のアイドル、スピカメンバーリオンちゃんの直筆サインよ。ああ、そういえばそんなグループ名だったか。近頃よく聞く気がするな。そういえば気がする。悪いがアイドルとかあんま興味がなくてな。ダチがファンだから噂くらいは聞いてるんだが。そういや曲もちゃんと聞いたことなかったか。まさか同じ学校でこんな失礼な奴がいるなんて。まだまだ私たちの努力不足なんだわ。こうなったらこれまで以上に頑張るっきゃない。おい、どうした。つうか遅刻しそうとか言ってなかったか。そうだった、急いで事務所に行かないと。君、名前は。いやだからサインは別に。いいから名前。時坂だ。 2B の時坂こう。時坂くんね。オッケー、覚えたわ。はい、これ。こいつは、この間発売された私たちのシングル。せっかくだから聞いてみなさいよ、絶対いいから。それじゃね。
喜んでると思うんだ。これからもちょくちょく顔を見せに行ってあげてね。Thank you.
どれ、話してみるがいい。なんじゃ、変わりないみたいじゃの。ではまたの。